はい、じゃあまた点数から始めます。小学校の1年生の時から太鼓をやっています。僕は1年生に入る時にセミショーがなくなったので、大堀ショーに入ってから1年生でやりました。難しい時もあれば簡単と思う時もあります。たくさんの方が来て緊張するけど、今までやった練習がたくさんあるので、今まで教えていただいたことを思い出しながら頑張ろうという気持ちになります。この太鼓はセミ温泉、義経弁慶太鼓と言います。で、発足が約25年前。で、セミの小学校、約5年前に、大堀小学校と統合しまして、それまではセミの文化祭で子どもたちに叩かせたいというようなことで、ずっとせっかくセミに生まれたんだから、この和太鼓をやっぱり体験して、これが続ける続けないに別にして子どもたちに太鼓を体験させたいなということで、で文化祭で叩くということを一つの目的に叩いてました。でそのうち今度はセミで8月31日っていうのはセミのお祭りになります。湯町のお祭りになりまして、湯前神社の定例のお祭りなんです。これで大人が叩いてたんですけども、今度子どももぜひ叩かせてもらえないかということ で8月の31日の前夜祭では子どもたちも叩くというふうなことが今恒例になってます。で毎年7月の第1週から約 2ヶ月ですけど、2ヶ月間毎週2回、今のところカーキンで練習を続けています。はい、こんばんは。それではただいまから義経弁慶太鼓子供の部をお披露目したいと思います。成果が出たと思います。来年も出ますか？来年は出ないと思います。もう卒業なんで、はい、ご苦労様でした。ありがとうございます。